あれ、どうしたんですか、そのコルセットは。診断の結果どうだったんですか。それはもしや骨折。肋骨に、はい、うっすらひびが入ってました。あ、なんか骨がちょっとずれてるんじゃないかなって。はいはいはい、言われました。結局ひび入ってた。でもね、あのレントゲン見るとね、本当ね、分かんないのね。私折った経験があるし、ひびも入った経験があるから、レントゲン見ると分かるんだけど、今回はね、本当分かんなかった。先生と一緒にこうやって見たので、まあ、うっすら内部に入ってるぐらいの勢いですね。そう、え、じゃあそれも今日お料理しない方がいいんじゃないですか。 2,3 週間はかかるって、あの痛みが効くまで、あの骨もちゃんとできるまで。なるほど。よく仕事してたよね、これで1週間。これはあれですね、ちょっと今後ね、しばらくお料理動画は一旦やめにしていただいてあのちょっと外食に僕が連れて行きますんで、僕が料理するのではなく笑うとね、痛いね。はい、いや、あの呼吸も普通にしてる分には痛くないんですよ。ただ、はい、大きく深呼吸すると痛いんですよ、やっぱ。ああ、そうなんだ。あとね、あくび。ああ。あとね、もう一番はね、寝返り。はいはい。寝返りね、痛いんですよ。あの起き上がる時も痛いんです、結構。だから様子がおかしいなと思ってたんですよ。普通だったら日に日にね、良くなっていくはずなのに。ちなみに心当たりはあるんですか。あります。あ、何が思い当たるんでしょうか。まあ、先生が言うには、まあ、はい、あのそんな何重いものを持って骨は折れたりしないと、まあそうだよね。そしたらいつも折れちゃってる。そう、まあ、ぶつかるとか、押されるとかまあ そんなようなこと先生言ってました。あのママさん結構マッサージが好きなんですよね。そうですね、結構行ってますよね。そうですね、肩こりが本当ひどくて、整体師さんにお願いしてマッサージは行きますよね。月に1回ですけど。とある日に行ってからなんかずっと痛いって言ってますよね。いや、でもほら、あの何があれか分かんないから。まあまあまあ、そうだね。ただ先生がその痛くなった前後を思い出してって、何かあったんじゃないのって言われて、でうちの患者さんでもこういうケースがあるんですよと。マッサージであまり言わないであ、そうだ、ね、なので、いや、あの僕は結構言ってるじゃないですか、マッサージって体をね、リラックスさせる目的だったらいいかもしれないけど、結構やっぱりね、あのダメージを負う、ダメージになる場合があるじゃないですか。だからそろそろちょっと変えようかなと思ってたんですよ、マッサージを。うん、あの前やっていってくださってたあのオーナーさんが辞めちゃったので、こんなのはでも初めてですね。いやちょっとね、注意喚起しといた方がいいんじゃないですか。そうですね、なんせ私ね、あの肩こりがひどいんですよ、本当に、ね、はいはい、あの美容室行ってもね、あのほら揉んでもらうじゃない、だもうナンバーワンだって言われるもんね、硬さ。あの思うんだけど、肩こりってさ、やっぱり僕はないんですけど、うん、ないだろうね結構ストレスとか体をこわばらせた状態になってると肩こりするんじゃないかなと思うんですけど、うん、ストレスっていうかね、緊張、緊張だと思う私、うん、いつも常にね気が張ってるから、やっぱり本当に何ていうのかな、責任が結構あるじゃない。そうですね、で多分すごく気が張っててここに来ちゃってるんだと思うんだよね。だから転職したらね、肩こりなくなるかもね。あなた転職ってさできないでしょ。うん、いや、あのね、多分ね、あの難しいんですけどね。何言うことしてんのいやーね、なんともね、うん、まあでも肩こりはもう昔からですよ、若い時から。あの猫背もあるんですよ、首がこう前に若干出て、猫背ね、猫背ダメですね。いや、猫背になるとね、ちょっとダメですよ。内臓とかもね、位置が変わっちゃうしね、いろいろね、良くないんですよ。あと骨盤ね、女性は骨盤周り。話していいですか。はい、あのそれで、まあ、パパさんが、まあ、あの整体師さんにマッサージをお願いするよりも
ストレッチをした方がいいんじゃないかっていう話が、ああそうそうそう、もう持ち上がってて、でそろそろじゃあもう切り替えようかと、やり方をと思ってたわけですよ。でマッサージって本当その日はすごくいいんですよ。あの柔らかくなって血液の循環も良くなって楽になるんだけど、それが継続されないのね。でストレッチって言うんだけど、自分で正しいストレッチなんかできないから難しいでしょ。で まして私みたいに三日坊主だよ、毎日寝る前とかできっこないんだからさって思ってたんです。その矢先に、はい、ちょうどねストレッチ専門店に一緒に行き始めてたタイミングだったよね。そうで、ちょっとどうしてもマッサージしたいなって言って行った日からなんかちょっと痛みを覚え始めっていう感じですよね、うん、もうストレッチ始めたからもうマッサージちょっと我慢しようと思ったんです。でもつい行っちゃったんですね。それが間違いでした、まさかの。マッサージもねちょっとやっぱ限度がありますから。あ、先生今日言ってました、お医者さんもね、はい、指圧とかね、あのすごいね強く押される人いるけどあんまり良くないんだよねって。それで、まあ、骨がずれたり骨が折れたりもあるけど、筋膜にもちょっとなんて炎症起こしちゃったりするんだって、押し方によっては。まあその資格あってもやっぱそういうことになっちゃう可能性はあるから、ね、そう、あとはあの経験、はいはい、そうなるとやっぱり一般的な安いところだとまあ玉石混交じゃないけどいろんなね方々がいらっしゃるから正直わかんないですね。私が前にずっとやってくれてたマッサージのオーナーさんは中国の方だったんですけど、上手だったんですよね本当に。なんか相性いいってずっと言ってたよね。そうなの、お店ね今いないから。うん、いやー参りました。しばらくはコルセット生活ですね。そうですね、まあ、あのしばらくはちょっとお料理をしないようにして、まあ、会社の方もどうなんだろうね、言って代わりがいないからね。いや、あの明日も私が代わりますってパートさんがあの優しいお言葉をねかけてくださったんですけど、折れてるわけじゃないんで安静にしてた方がいいんじゃないんですかって、はい、言ってくれたんですけど、折れてたらさすがにお願いするんですけど、これぐらいだったらできます。なるほど、まあちょっとね動かした方が本当はリハビリ的にはねいいからね。あの痛くても動かされるじゃん。あとこの間ふっと思ったのは押し入れのいろいろやってたんで、はい、それかなとも思ったんですよ普段やらないことしては。で今日看護師さんがなんか腕をこうやって鉄棒みたいに上げてなんかしましたかって言われたから、もしもしかして筋トレもしてない、いろいろね、いろいろなんか頭によぎったんだけど、仕事中じゃないと思う。いろんな要因があって、で多分たまたまそのマッサージは本当弱ったタイミングのピンポイントをついちゃったんじゃないかっていう感じじゃないの。そうちょっとね、あとやっぱり寝不足が続いてたんだよね、なんとなく。なんで寝不足、あの考え事をしすぎてたのかな、よくわかんないけど、未来について。いやもうすぐ忘れちゃうから考えてる夜の考え事はね、よくないからね。まあね、うん、朝考えた方がね、悪い方向に行くからね。そうそう、もう夜はギーちゃんで癒されて、朝は笑っておはようございますとね。でもね、そうやってほら言ってくれるね、スタッフがいるから。まあそうだね。ありがたいね。俺だってスタッフ一人しかいないからさ、どうしようもないよね。もう自分メインだからね、そのママさんみたいにいろんな人に支えられているわけではないので。まあでも、この間も話したけど、折れても仕事してたぐらいだから。いやでもあの時の痛さに比べたら、何分の1よ。って感じ。やっぱ私ね、痛みにはね、強いんだと思う。強いのも問題だけどね。我慢でき、我慢しちゃう、うん、まあ、それでね、悪化しても困るからね。今日は行ってよかったです、はっきり分かって。何かあったら本当病院はね、すぐ行った方がいい。そうですね、もう1週間経ってる。1週間経ってる、1週間以上経ってる。本当？え、本当？いや、てかね、やっぱね、肩こりある人はすごくわかると思う、私の気持ち。マッサージに行きたくなるのよ。だって自分で揉んだって気持ちよくないでしょ。で、ね、ご主人がほら、マッサージ師で揉んでくれとかだったら別だけど、ほぐしたいなと思うのよね、なるべく。もうすごいもんね、指入れるとゴリゴリゴリってなるもん。まだあるんだけど、あのね、骨の話を今日お医者さんに聞いた。最近背中がこうやって曲がってるお年寄り少ないでしょって。今ね、骨を作る薬があるんですって。骨を丈夫にする、
骨を溶かさない。もうあのね、女性は特に60歳過ぎると、まあ、閉経して、あの女性ホルモンが減っていくわけでね、なくなっちゃうでしょ。その時に骨が溶けていくんだって。でその時にその薬を飲むと骨が作られるから、昔と違って曲がってるお年寄りいないでしょって言われて、あなたまだまだ若いから大丈夫ですって言われて、女性ホルモンもね関係ないからって言われて、今回は本当にちょっと物理的な、そうだね、やっちゃったね最近転ばないし、いやまず転んでたら問題で調子いいなと思ったんだけど、一時すごい転んでたじゃない、私。そう、ね、覚えてる？分かんない。本当にもう何年か前、もう忙しい時。ああ、それはなんか精神的な余裕がなかったんじゃない？確かに、あのスタッフが全然いなくて自分一人でやらなきゃいけない状況だったから、まあ、そんな時もあったもんね。そうそうそう、まあ、そんな感じで病気も嫌だし怪我も嫌だし、痛いとか痒いとかないように過ごしたいですね。お騒がせしましたこの動画が良かったら高評価コメントよろしくお願いします。はい、じゃあねー。